市町長会議は、まあ、大きく、まあ、3部構成というか 2.5 部構成しておりまして、でまず第1部が地域防災計画の見直しと原子力災害時の暫定対応行動計画案についてというこの、まあ、今回の東日本大震災、そして、福島第一原子力発電所の事故、こうしたものを踏まえて今県として新町とお話し合いをしていきながらどういうことを考えているのかということについてまずご説明をさせていただきたいと思っております。まあ、それが要は第1部でございます。でそれが終わりましてから平成23年度の各本部の重点施策事業等の説明をさせていただきたいと思っております。でその後に質疑意見交換に移りますけれども、質疑意見交換の途中でコーヒータイムの方を作りたいと思っておりますので、まあ、そこで、まあ、それぞれ、まあ、それまでのやり取りや県の各本部にいろいろ言いたいこと聞きたいことがあるという方はその時間等も活用していただいてやり取りをしていただければと思います。そして最後、質疑意見交換の後半を再開させまして、閉会は17時30分ということに確定されております。でそれぞれ、各本部として行う事業の内容については、本部長の説明を任せたいと思いますけれども、さまざまな場面で、県政各界にわたって、省さん、副長さん方のお力をお借りしていることに対して、心から感謝を申し上げたいと思います。さまざまな住民ニーズに、厳しい財政状況の中、いかに応えるのかということに不信しておられると思います。